さあ、びっくりした。行くぞ。どうしたどうした、行くぞって言ってんの。落ち着き、君たちはなんか勘違いなら、俺らこれは仕事してるから。いや、仕事してるけどさ、行こうって言ってから始めたじゃんか。え、違うよ。え、じゃあ俺がもう行かないとダメだよって言ってんのに始めるじゃんか。いや、これスペシャル。しかもそれまでずっとみんなガンダムの話しててさ。じゃあ俺と一緒にすんな、こいつら。いや始めてるやん。どうでもいいガンダムの話。ガンダムの話は本当にどうでもいいの。俺はやりたいんだ。もう行かないといけないから、行こうよって言ってんのに聞かないもん、この人たち。俺がガンダムの話攻めろよ。じゃあ誰が何言ってんの。ガンダムの話はもちろんだよ。どうでもいいから。だから早く行こうよ。行こう行こう行こう。なんか良くない家庭環境みたいな。みんなグレちゃう。いや、本当になんか、うっせーや父ちゃん、くそー、好きだ。やろう、やるぞって言わないとやらないくせに、やるぞって言ってもついに動かないんだもん。早く行こうよ。あ、めんどくせーし、ガムちょうだい。なんだろうな。どうした。行かないといけないって言ってんの。立て、立つんだ。この1階だ。哲也くん、立て。今なんか立て、お願い。あれやろの順番がごちゃごちゃすぎて、何をやればいいかわからないんですけど、何やるんですか今は。今から、まあ、次の動画撮る場所に移動しないといけない。もうそっちはもう約束してるから、そっち遅れたくないの。遅れられないの。ガンダムの話の場合じゃないじゃん。だからガンダムの話をしてる場合でも、野球版してる場合でもないの。あ、ほんとだ。やっべー、もう間に合わんわ。いや、もう大変だよこれは、明らかに。だって俺ずっと言ってんだもん。バルボー、みんな笑ってるから。だったらペンチとかも買おうとか。ペンチもそんないいニッパーがあって始まった。またガンダムだ。ガンダムに関しては俺は、またガンダムだ。パーツの色を切るやつがあって、それの2本を買わないといかん。そうだね。エディオン野球版やったらな。野球版やんなって。いや、野球版やった方がよかったよって言っただけだろ。おい、おめえらずっと野球盤もせずにな、ずっと話してるからな。行かんぞ、早く。お願い、マジで行こう。タイミング、タイミング。いや、本当にタイミング悪いの。野球盤始めるタイミングじゃないの。野球盤タイミング、野球盤するタイミングもっと前にあったの。もう。ねえ、行こうよ。みんな。撮影しなきゃいけないならさ、カメラとか準備しなきゃいけないから。そうだよ。でもカメラさ、全部ここにあるからさ、準備しないよね。カメラの準備は、だから今からみんなにして、みんなで持っていけば、全部終わる。お願い。遅れちゃうよ。やばいなぁ。ちょっとや、マジ家でそれだもんね。じゃあ、委員長の女の子役になっちゃったね。ほら、一人ずつ寮の女の選手から。行くぞ、お前ら。ねえ、ちょっとそろそろ変わりたくない。は、ごめん、何。なんでギャル。あ、何言ってんの。さすがにちょっとなんか、こうやってさあ、言ってくれてるのに、聞こうよ。あんた裏切んの。裏切るとかじゃないじゃん。きめえ、きも。ハブね、ハブ。もうちょっと言うか。違うって。一人ずつこっちが増やすんでしょ。大衆がバレるとこだったわ。危ない。よくない。みんなでそうやって言ってれば強いと思ってるんでしょ。同点は。何こいつ、急にでかい声出して。下の3階のアロが草最低。あんたが最低よ。まず2だと思います。こんな聞こえないふりしないで何か言ったらどうなの。ワンストライク2ボールとか言って。すいません。聞こえてるんでしょさっきから。あなた聞こえてるんすけど、試合中なんで。そう、なんかめっちゃくだらない茶番始めるのはいいんですけど。記録したらどう今、何点って。後からでも始めれるじゃない。さっき寝てたじゃん、君なんて。行くよ。ほん、いや、もうそろそろ本当に、これ本当にだよ。遅れるよ。行くよ。遅れるって言ってるのに。おい、虫君、継続か。そうやって言うな。すぐだよ。てっちゃんの言うと、なんかなー。全員急に。よ、やった。一人ずつっていうやつは段階がある。いや、もう行くよ、本当に行くから。やばい、すごいな、腰が重いんだよ、最近。おじさんになってるよ。フットワーク軽く、どんどんやっていけば、すぐ終わって、フリーになって、みんなでサウナ行けるんだからさ。座るぞって、ちょっとエリアン行こうか。いや、ダメだ、今サウナよりガンプラの方が強いのかもしれない。ガンプラ勢力が出てきたな。これは、
ディハンディ2台照明って結局いるんでしたっけ。これ一応1台持ってく。やれやれ。こういうなんか外で撮影するのね、もう忘れちゃったんだよ。確かにね、カメラ持ってってね。あーあー、くしゃみちゃだ。もう楽しい、いやでも楽しくない撮影かもしれんもんな。一眼2台持ってきたいです。電源とあと延長コード、延長ボール1本お願いします。そしたらその電源引っ張れるやつ超可愛いの、外撮影の準備風景です。三脚は電源のでっかいやつ4つ持ってきます。我々はね、こうやって自分たちで準備しないといけないからね。結局自分たちでこう三脚とかね、バッテリーとかを準備していくわけですよ。そのせいでたくさんたくさん失敗します。あれがね、これがねってなりがちですね。三脚はだからこれと、東海オンエア制作委員会が組むべきだ。いたらめちゃめちゃ便利だよな。でも実際これぐらい自分たちでできるっていうのがでかいよな。あーあーあああ撃ってる撃ってる。下今加藤かと思った。ワイがね。照明1台でいいよね。やばな、フリッカーめちゃめちゃ。そう、あれ蛍光灯だったよね、なんか。あ、蛍光灯なんだ。そう、フリッカーがあり得る。おいおいおい。マシマじゃないですよ。フリッカージャブじゃなくてね。横からしよう。ミヤドのためじゃないの。カメラに向けちゃうの？ジャブが。横からす。あれ？早いじゃん。できるじゃん、みんな。やったね。ずっと。ほら、みんなでやったらすぐできるでしょ。頑張ろうね。どういう寸劇それ？制作委員会必須。いや本当に、でも本当に動いてほしかったな。マジ何回も言ってたから。マジで何回も言ってるのになんか聞こえないんだよね。何分まで遊べるかなって聞いてる。まだ遊べる。もうちょいいける。違うってば。今日道空いてるから早め早めに動いた方がいいんだってば。ようくんがいてよかった。宮原さんこれある？あ、これさっき撮って。あ、これ。ありがとう。宮原さんこれ切っていいかな。まあ切っていいでしょう。切っていい。急いでいかないと遅刻しちゃうからさ、早く行こう。お前のせいだ。急ぎな急ぎな、みんな。